たい月末になると今は家にいる期間なので、なんか自分のセルフポートレートを送ってほしいっていう方に社長から言われるんですよ。なぜかというと、ファンのコミュニティサイトで配るカレンダー、1ヶ月のカレンダーを毎月皆さんにプレゼントしているんですけど、そのデジタルでデータでプレゼントしてるんですけど、そのカレンダーに使う写真のセルフポートレートを撮ってほしいっていつも言われるんです。今日のこのお気に入りのワンピースです。春になると着たくなるけど、今は外に出れないから全然っていうか一度も着ていなくて、今年はまだだから家の中で、今日はちょっと天気悪いしあんまり晴れてないけど、これを着ました。これも古着屋さんっていうか、もうヴィンテージのものだと思います。すっごい綺麗ですよね。この生地が綺麗だし、また立ちますよ。見えてるかなってなるんですけど、今はもう本当に綺麗な状態のまま、今年出したので、今年袋から出したからまだ綺麗な状態のままです。ほらなんかね、ちょっとずつね、ほらこういったところにレースがついてたり、見えてるかな、レースがついてて、見て生地もね、ちょっとずつほら、ここがこういう風になんか糸引いたみたいな、これ多分あえてこういった生地だと、基本的には自分の、まあ、腰ぐらいのところにこれがあって、ウエストではないので足長効果はないんですけど、腰あたりでこういう風に、っていうか大きいのかなこれ、ワンピースが。だから腰どう見えるかな。ふう、今椅子の上に立ってる。こんな感じになっているから、なんかね、結構別にタイトではないし、ゆとりはあるんだけど、生地的にもこれ以上伸びないし、足を歩いてて大変なんですね。ちょっとたまにビリッといきそうで、ほらこういう大きなね、で歩いたりっていうのに一日の行動するのはすごい難しいから、着る日を選ばないといけない。今日はこれにしました。着るんですよ。それでさ、今どうしようかな。スタンドがもうそれとそれしかないんですよね。あ、大変。やっぱスタンド買おう。でももう何回も壊してるから、頑丈なスタンドが欲しいんだけどさ、やっぱこういう時に使えますね。本を積み重ねてその上に乗せましょう。なるほど。いい感じに高さが出た。これを乗せて、さあ映るかな。棚で作ったスタンドでございます。もう横でいいよね、撮るの。いいよいいよいいよ。どう、おお映った。なった、さっき10秒にしたのに。 OK、 試し撮り。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。どうですか、確認。わー、いいのかなこれって。唇がツヤツヤしてる、なんか気持ち悪い。ちょっと音底のツヤ、ツヤをなくしてきたよ。でもこっち側ボケてるでしょ。もう一回、今カウントされてる？されてないかもしれない。お、なったなったなった、連続で。今日はね、あんまり動きをつけられないんですよ。だからさ、本当になんか、こういうのはどう？はい、次。動きをつけられないから、いろいろやってできないんですよね。そうそう、連写でもいいけど。どうだろう。
どうですか？もう一枚ぐらい撮りますか？はい。次は横向き。どうですか？よく撮れましたか？一度スタジオで企画でするホットプレートをやったことがあったんですけど、おいしょっと、それも結構楽しかったの。いい？見えますよ、できた。いいじゃないですか、これ。でも髪が残念、髪がわはってなっちゃってる。いっか。え、なんでこれピント合ってないじゃん。あ、これもいいけどね。これもいいけどね。これはなんか暗いな。これ1個目に撮ったやつ。もうちょっとさ、高い位置から撮った方がさ、綺麗かな。なるべく引いた方がいいみたい？いいみたい。わかんないけど。消す。これか。これかこれだね。またはこれでもいいよ。これはなんか普通に嫌だ。これもおかしい。唇ツルツルしてて嫌。好きじゃない。じゃああと何枚か撮っときましょう。せっかくですので。だからね、大変なことになっています。次はなんでこんなポーズをしたのかよくわからない。自分でも意味がわからないポーズ。次は、どんな風に撮れてるんだろう。本当に何これ。最後の一枚。ということで、今日のセルフポートレートは終わりです。皆さん完成を楽しみにしていてください。では私はこのワンピースを脱ぎます。ちょっとやっぱ現代生活の中でこのワンピースを着て動くというのはかなり不便でございます。自由は利きませんので着替える。ではさらば。